中学校3年生生命の連続性第6次の学習を始めます。今日は植物の有性生殖について学習をします。前回は動物の有性生殖について勉強しましたね。有性生殖には生殖細胞という特別な細胞が大きく関わっていました。動物の場合は精子と卵でした。植物も同じように2種類の生殖細胞があります。精細胞と卵細胞です。動物と同じようにこの2つの生殖細胞の核が合体、受精と言いましたね。受精し1個の細胞になったものを受精卵と言いました。植物の生殖について被子植物を例にして学習をしていきます。皆さん小学校5年生や中学校1年生で学習した受粉を覚えていますか？花が実となり、そして種子を残すことにつながる受粉でしたが、この受粉についてまず復習していきましょう。これは被子植物のめしべとおしべを表したものです。受粉とはおしべの花粉がめしべの柱頭につくことを言いました。こんな感じですね。しかしこれまで学習してきたこの受粉と今日学習するこの受精というものは、ここではっきり皆さんに伝えておきたいことは別物ということです。受精は精細胞と卵細胞という生殖細胞が関係しているものでしたね。では精細胞と卵細胞が皆さんどこにあると思いますか？実は精細胞は花粉の中に、卵細胞は胚子の中にあるんです。この図で表すと精細胞はここ、卵細胞はここですね。皆さんこの図を見ておかしいと思いませんか？受精とは2つの核が合体しなければいけないわけです。つまり2つが出会わなければいけない。それにもかかわらず今精細胞はこの位置、卵細胞はこの位置です。この2つどのようにこの後出会うのでしょうか？今日の課題は、植物は受粉後どのように子を残していくだろうかです。被子植物を例にして考えていきます。では皆さん、精細胞と卵細胞がどのように出会うか
予想してみてください。ノートにこの図を書いて考えてみるといいかなと思います。予想が難しいなという子については、これまで学習してきた内容、つまりこの中でどの部分が子になる種子ができるのか、それを考えると受精する場所が分かるんじゃないかなということを思います。頑張って予想してみましょう。では再開します。皆さん、予想することはできましたか？ここで皆さんの予想が聞けないことがとても残念です。ですが、自分なりに考えることが深い理解につながっていきます。これからも自分の頭で考えることを大切にしていってくださいね。では見通しを話していきます。先ほど少し話をしましたが、植物は種子として子を残します。後に種子になるところはこの胚子の部分ですね。ということは、受精はここで行われ、ここで成長していくということが考えられるのではないでしょうか。これを確かめるために、花粉と中糖を使って実験をしていきたいなということを思います。ですが、中糖を使うことができないので、中糖に似せた寒天溶液を使って学習をしていきます。では観察の方法を説明します。教科書79ページ観察2を見てください。中糖に花粉がついた後の様子を観察したいので、植物の花粉と寒天溶液を準備します。この寒天溶液は中糖の代わりになるものです。この実験で気をつけることは、この寒天溶液が乾かないようにするということです。そのために教科書79ページにあるように、寒天が乾燥しないように水を張ったペトリ皿の中にプレパラートを置き、蓋をするようにしましょう。また顕微鏡を使い、5分ごとに観察、スケッチをしていきます。今回実験で用いる花粉はエンドウの花粉です。これがエンドウの花です。この花の中から花粉を取り出し、寒天溶液の上に乗せ観察していきます。これがエンドウの花粉です。少し長く丸い形ですね。花によって花粉の形も違います。ではこれが今後どうなっていくでしょう。しばらく置いておくと、花粉から何かニョロニョロしたものが伸びているのがわかりますか？倍率を上げて見てみます。この画像でははっきり見えませんが、管の中をゆっくりと物質が動き、伸びていく様子が観察できます。では結果を確認していきます。皆さん、花粉からニョロニョロしたものが出ているのが見えましたか？このニョロニョロしているものを花粉管と言います。つまりこの花粉管がここから伸びて
そして胚珠のところまで行くんですね。この花粉管を性細胞が通って卵細胞のところまで行き、そして受精するわけです。ではこの受精した後どのように成長していくか見ていきましょう。この後の成長については前回学習した動物の時と比べながら見ていくといいかなと思います。花粉管が伸びて性細胞がやってきて卵細胞と受精したこの受精卵、この受精卵は細胞分裂を繰り返していきます。これは動物の時も同じでしたね。このように細胞分裂を繰り返してやがて胚というものになります。この胚は植物の将来の体の作りを備えているところです。このように植物の成長していく過程を発生と言います。まとめです。受粉後性細胞は花粉管を通り胚珠の中にある卵細胞まで行き受精します。そして受精卵が細胞分裂を繰り返して胚となり体が作られていきます。今日の学習は E ライブラリー単元生命の連続性植物の有性生殖1、2で復習することができます。ぜひチャレンジしてみましょう。